今年からソフトバンクに就任した小久保監督。今回は小久保弘樹監督の面白エピソード50選を紹介します。和歌山県立聖林高校時代は投手として猛練習をするが、甲子園への出場はなく、3年の夏は準決勝で敗退。そこから青山学院大学へ進学する。高校3年時には2個下の弟が智弁和歌山高校で1年生ながらエースとして甲子園に出場。ちなみに弟は去年の夏にも甲子園に出場しており、現在は腹話術師の一国堂さんのマネージャーをしている。青山学院大学へ投手として入部するも、デビュー戦で3分の1回で4失点と大炎上。すぐさま監督室へ呼ばれ投手首を宣告される。しかしそこで心は折れず、野手の方がプロに行ける確率が上がると前向きに捉え、野手としての練習に励む。大学時代は東都大学リーグで通算40試合に出場して打率点 291、8本塁打23打点を記録し、ベストナイン3回を獲得する。大学4年の1993年にはキャプテンとなり、青山学院史上初の大学野球日本一に貢献した。キャプテンになってすぐに監督に自主練習の時間が欲しいと直談判し、全体練習の時間を減らした。その伝統は今も受け継がれている。大学3年時にはバルセロナ五輪の日本代表に大学生で唯一選出され、予選では日本の本塁打を放っている。1993年に巨人と福岡ダイエーホークスとの競合の末、ダイエーを逆指名し、ドラフト2位で入団する。プロ野球に入ってからも順風満帆にキャリアを積んでいたが、1997年オフにプロ野球選手の脱税事件が発覚し、主犯格の一人として懲役1年、執行猶予2年、罰金700万円の有罪判決が言い渡される。コミッショナーからは、1998年の開幕戦から8週間の出場停止と制裁金400万円の処分を受けた。その後反省し、2000年からはチームの選手会長に就任する。選手会長として試合前や試合後に選手だけを集めてミーティングや決起集会を招集するなど、チームが一丸になるよう努めた。その年、打率点288、31本塁打105打点の成績を残し、1億円プレーヤーの仲間入りを果たす。2003年には選手会長を松中選手に譲り、自身の練習に専念してキャンプを消化していた。しかし西武とのオープン戦で4回に松中の左中間2塁打で1塁から本塁へ突入したところ、捕手と交錯し右膝の前十字靭帯断裂など重傷を負った。完治まで最低6ヶ月と診断されたことで、アリゾナ州のリハビリ施設でトレーニングに励んだ。同年の試合には1、2軍とも出場できなかったが、チームは3年ぶりのリーグ優勝と4年ぶりの日本一を達成した。優勝決定戦では、チームも胴上げに参加し、その後も来シーズンに向けてリハビリを継続し、キャッチボールや屋内での打撃練習を再開していた。しかし、優勝パレードの翌日に巨人への無償トレードが発表される。移籍の理由は、球団社長と意見が合わなかったことや、アメリカでの治療費約2000万円が球団から一切支払われなかったことだった。この一件は、チームメイトやダイエーファンのみならず、ダイエー球団そのものや、球界全体に大きな衝撃を与え、ダイエーの選手たちは優勝旅行をボイコットした。選手会長の松中はこの件について、球団にふざけるなと言いたい。どうして小久保さんをタダで巨人に出さなきゃいけないんですか。あんなにチームのために一生懸命やった人が簡単に放出されるなら、僕らだって同じ目に遭う。この球団は、したくないんでしょうね。終わりですよ。ファンには申し訳ないけれど、翌年連覇したいという気が急激に薄れています、と発言している。巨人へ移籍した2004年には、シーズンの序盤こそ調子が上がらなかったが、徐々に調子を上げていき、7月には巨人軍第69代の4番に座り、長嶋茂雄、原辰徳、落合博満、清原和博らも達成できなかった。巨人の右打者として史上初のシーズン40本塁打以上41本塁打を達成した。2006年は巨人軍第17代目の主将を依頼される。主将制度は1998年の吉村選手以来8年ぶりの復活で、移籍選手の主将指名は巨人では初のことだった。2007年には不栄により福岡ソフトバンクホークスへ復帰する。逆指名制度で入団した選手としては初めて FA 権を行使し、国内移籍した選手となった。2011年には5月に史上16人目、大卒選手では史上5人目の通算400本塁打を達成した。この年の日本シリーズでは全試合に出場し、打率点320、第4戦と第5戦の2試合連続で先制打を放つなどチームに貢献する。チームは8年ぶりの日本一になり、シリーズ MVP を獲得した。40歳1ヶ月での日本シリーズ MVP は最年長記録となった。2012年は
6月の日本ハム戦で史上41人目の日夜元安打を達成した。その年の8月14日のロッテ戦後に記者会見を開き、同年限りでの現役引退を表明した。41歳の誕生日を迎えた10月8日、シーズン最終戦のオリックス戦がシーズン公式戦としての引退試合となり、4番1塁手で先発出場する。この前日に小久保は、直球だけで勝負するとかは止めてほしいとコメントしていた。オリックスの先発だった西勇輝は、のコメント通りに真剣勝負で挑み、この試合でまさかのノーヒットノーランを達成した。そのため小久保も無安打で終わり、最終打席は遊撃頃に抑えられた。このノーヒットノーランに対して試合後に、俺も持ってると言うと不謹慎だけど、ここでノーヒットノーランを食らうとか波乱万丈な野球人生だった。記憶にも記録にも残る引退試合に、他の選手も僕も笑うしかないよ、と語っていた。その後の引退セレモニーでは、王会長から花束を受け取る盗塁線が崩壊。女手一つで育ててくれた母の小久保莉子さんに抱きつき、泣きじゃくる姿はまるで子供のようだった。現役時代は非常に練習熱心で、キャンプの全体ランニングでは常にトップを走り、大英時代の新人の頃からグランドには一番早く来て、一番遅くまで残って練習を行っていた。2013年10月9日には、侍ジャパンの監督に任命された。オリンピック正式競技後としては、初の日本代表選手経験者の監督就任となった。しかし監督経験どころか、コーチ経験もなしの史上初の人事となり、不安視する声も多かった。2012年に行われた世界野球プレミア12では、準決勝の韓国戦では、7回まで1安打11奪三振の圧巻のピッチングで韓国打線を黙らせていた大谷選手を9数85球で交代させる。その後3点差をひっくり返されて敗退。その試合で8回にマウンドに送ったのは、リリーフ経験のない楽天のリボン投手。8回はなんとか抑えたものの、まさかの回またぎで9回も続投。1点を返されて、なおノーアウト満塁のピンチまで交代させなかった。その後マウンドに上がったのは、調子の良かった山崎康晃投手ではなく、2年目の楽天の松井投手。その大会は、不調で押し出しのフォアボールを与えたところで交代。このピンチで前の試合で、3失点の日本ハムの増井投手を登板させる。その後増井投手が逆転を許してしまう。この継投ミスは、2017年の WBC まで叩かれることとなる。しかし小久保監督はその後も世間から猛バッシングを受け続けても平常心を貫き、動じる様子も見せていなかった。周囲には今の俺はどうせ何をやっても叩かれると笑い飛ばし、開き直りの姿勢を見せていた。また小久保の失敗という見出しのスポーツ紙をわざわざ額装して書斎の目につく場所に飾った。そのことについて小久保監督は、人間は忘れやすいものだと思っていますので、あの悔しさを忘れてしまっては同じ失敗を繰り返すという思いがありました。毎朝目に入るところに置いておこうと。 WBC で同じ失敗をしたくないという思いだけでしたね、と語っている。日本代表監督になった直後には、後輩でもあるソフトバンクの柳田選手に読書を勧める。しかし柳田選手が読んでいたのがジャンプだと知って激怒する。そのことを記者から、小久保監督とは何を話していたんですか、との質問に対して柳田選手は、守備の話っすとごまかしていた。また柳田選手は、2015年から小久保監督の後を継ぎ背番号9を背負っているが、小久保監督によれば、背番号をくれと言ったのは、俺との会食の約束を忘れた日でした。2時間遅れで来て、背番号をくださいって、と明かしている。2017年の WBC では、下馬評を覆し準決勝まで進出。なお、予選リーグ無敗での決勝ラウンドへの進出は、第4回大会にして初めてのことだった。準決勝のアメリカ戦で敗退した試合後の最後のミーティングで、負けた全責任は俺にある。お前たちはよくやった。胸を張って帰国しようと選手を鼓舞した。この試合をもって、日本代表監督を退任した。全試合4番を務めた筒香嘉智は、小久保監督のためなら頑張ろうと思えるような素晴らしい監督だった。国を背負って戦うことができて光栄だった、とコメントし、全試合マスクを被った小林誠司からも、選手の気持ちを理解してくれた、と感謝の言葉を口にしていた。2021年からはソフトバンクの一軍ヘッドコーチとして現場に復帰。2022年には工藤監督の後任として次期監督になるかと思われたが、まさかの藤本監督に決まる。昇格が見送られたことについて、自己評価はプロの世界に存在しない、と語っている。2024年から2軍監督を経て1軍の監督となる。王イズムを継承しつつ美意識を高めていきたいとチーム作りに取り掛かる。強いことも大切だが、いかに美しくあるかという共通認識を持たせたい、と語っており、選手の身だしなみやインタビューなどの受け答えもチェックしている。
就任直後には不衛となった西武の山川を獲得する。世間からはバッシングを受けるも、入ったからには全力でサポートしますと語っている。またレギュラーは確約していないと伝えており、キャンプの 400m 走で75秒以内に入るように身体を作ってくるようにノルマも課している。ベテランの和田投手については、就任早々に開幕戦ローテーションを明言しており、かつて一緒に戦っていた盟友に対して絶大な信頼を置いている。また和田投手から、監督と呼んだ方がいいか、小久保さんと呼んだ方がいいか、について聞かれると、どっちでもいいわ、と仲の良さを見せている。5月28日の巨人との交流戦の第1戦目が球団会長でもある王さんの功績を称える王貞治デーとして開催されることについて、巨人30年、ホークス30年と歴史的には半分ずつなので勝ってホークスの王にしたいと重要な一戦と位置づけした。5月31日の広島戦で柳田選手が試合中に右ハムストリングスを痛めて途中交代した試合で、試合後のインタビューで、今日は采配どころじゃなかった、柳田のことをどうしようかと、こうなった時にどう立て直すかしか考えていなかったと語っていた。試合は2対1でソフトバンクが勝っている。7月10日のオリックス戦では、先発の東浜投手を2回で交代させる。前回登板も序盤に失点しており、実績があろうが結果重視の方針を貫く。東浜投手 HQ この日の試合後に即2軍再調整を言い渡される。8月27日のオリックス戦では、相手先発の田嶋投手に対して右バッターを7人揃えるオーダーで挑み、見事勝利。試合後のインタビューでは、俗気に笑っていた。9月1日のロッテ戦では、ソフトバンクが10対0でリードして迎えた9回。先頭ポランコの打席で、小久保監督は左腕の田浦をマウンドに送る。田浦がセカンドフライに仕留めると、わずか4球で交代。その後又吉投手を登板をさせる。大雨が降る中でのワンポイントに SNS では、様々な声が上がった。2軍監督時代から気にかけているリチャード選手に対して3つの約束を交わす。人よりも早く動くこと、メモを取ること、全力疾走を現役を辞めるまで続けること、これを毎日コツコツ言い続けているという。5月7日の日本ハム戦では、1対1の同点。延長12回裏ノーアウト1、2塁の場面でリチャード選手に打席が回ってくるも、小久保監督は送りバントのサインは出さずそのまま打たせた。結果としてはセンター前ヒットを放ち、ノーアウト満塁のチャンスを演出した。試合後リチャード選手は、代打かバントかと、代打じゃないことに正直びっくりして、やっぱ監督かっけえなと思いました。一人で感動しながら打席に行ったつとコメントしている。小久保監督の娘である春菜さんは、2023年に開催された2023ミス・アース・ジャパンにて小久保監督の娘とは公表せずに出場し、実力で準グランプリに輝く。また2024年からタレント活動を行っており、雑誌のインタビューで、小久保春菜の父は野球選手だったと言われるように頑張っていきたいと夢を語っていた。以上が小久保監督のエピソード50選になります。何か気になったエピソードはありますか？ありましたらぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。